皆さんこんにちは、コウジです。今日はナンバー56、一水会への復帰という題名にしたいなと思ってます。それでは全国の公募店ファンの皆さんもこんにちは。本当に見ていらっしゃるかどうかは別の問題でございますが、さて今日はですね、6月の初め頃でしたと思いますが、一水会本部の方から出品申し込み書が届きました。こんな風にですね、もう私の名前も入っちゃってですね、もう出すばっかりと、これを見るともう必ず出さなかんような気配になりますけれども、まず皆様にですね、順を追ってお話しとかなかことがあります。今日はですね、2021年7月16日、実は私、2019年3月の初旬にですね、膵臓がんステージ4難病見つかりまして、医師からは当然もう転移がありましたので、余命1年ですとはっきり通告されまして、さてこれは困ったなと、あと1年で何ができるかなというところでありましたが、水彩協会というですね、ここでやってみえるそういう公募展がありました。こちらの方は大会ですね、そちらの方はですね、委員までやらせていただいていたのに、非常に残念な団長の思いでした。でも理由をお話しして、迷惑をかけてはいけないということで大会しました。続いて中部一水会展がすぐ間近に控えていた一水会、中部一水会ですね、こちらの方も理由をお話しして大会ということをお願いしました。自分としても非常に残念でした、団長の思いでした。でもご迷惑かけるといけないからね、決意しました。だってそうでしょ、知らない間に、ね、団員がですね亡くなっていましたとかそういうのも楽しいもんですし、きっちり身を引いておいた方が自分らしいのかなとも思いましたのでお伝えしました。で、病気の方ですけれども、その後ですね、抗がん剤治療を半年ぐらいやって、油木さんというですね、膵臓がんの抗がん剤としては2番目に強い、抗がん剤のこれを打っていただきました。もちろん年齢制限ギリギリでしたけどね。そしたらですね、思いのほか私には効いたんですね、その薬が。しかし同時にすごい副作用が来て、もう絵も描けない、フラフラ状態になりながら毎日を過ごすというような状況になりまして、お医者さんがあまりに見かれて、もう一つ下の段階の抗がん剤してくれましたが、それでやっとちょっと持ち直したんですね。でもその最初に見てくださったお医者様が転勤になられまして、名古屋大学病院だったんですけれど、そこから明大の先生でもあられる宇治田大学病院、こちらへ転院しました。この先生がですね、言ってくれました。あなたには抗がん剤油木さんが非常によく効きました。これは稀なことです。あなたは抗がん剤油木さんを続ければ助かる、だそうです。でも副作用先生強いですよ、耐えられます。私の手を握り返せれるまでは大丈夫なんです。でも白血球の減少とかヘモグロビンの減少とか非常なこの壁、いろいろなものがありました。でも不思議なことに私ね、ギリギリでセーフしていったんですね。よってですね、そこからまた半年後、約発覚して1年後ですね、転移が消えたんですよ。そして膵臓がん本体もですね、ほとんどからなくなるぐらいまで回復してきたんですね。そこで勧められたのはやはり手術ですね、外科的手術をされれば助かると。ところがですね、手術用テレビを組むのにですね、コロナなんですね、世の中は。さらにそこから1ヶ月待たされて、抗がん剤も打っていただいて、だから体はボロボロになりました。もう本当に抗がん剤が勝つか私の体力が勝つか、でそのギリギリせめぎ合いをやりながらも、コロナの中でも外科手術をしてくださるという先生が現れたんですね。よって外科手術をしたのが2020年4月24日でした。そこからまた術後1年と、もうじき、術後3ヶ月ぐらいになるんですね。でだいぶ回復してきましたが、でも実際のところ申し上げますと、まだ杖2本を使って歩くのがやっとです。この YouTube 撮影はですね、
実は皆さんに初めて申し上げますけど、空元気出しながらやってるんですね。で、始めたのも去年の9月ぐらいから、なんとか体力をね維持しながらやりたいなと。やっぱりね、絵に携わっていたいんですよ。それを発表する場としてはホームページだけでは物足りなくなってきたんですね。で、世の中にこんな YouTube なんていういいもんがあると、ならば私もということになりまして始めました。でもやってみると面白いんですよ、この YouTube って。だって全部一人でやるんですよね。非常に面白いし、まあ全てを自分でやるということは、どんな企画を出すかも自分で考えて好きなようにやればいいしけれども、ただ一つ YouTube 規約っていうのはありましてですね、これは守らなかんです。小さい子でも見ても問題がないように、そういうような動画をなおかつ質が高く大人の方が見ても興味を引いていただけるような、そんな動画を作らないとダメですね。まあそんなことを目指しながらですね、やっておるわけでございます。こういう応募を、よし来ました、さあ YouTube 一斉が大会しちゃいました。これは困ったなと思って、ちょっとお友達にも相談し、正々堂々と表から事務局長さんにお電話しまして、退会した時の理由、今回復帰したい理由、まあ死ぬまでやりたいよと、一年こっきりで去られるのが困るとかね。まあまあ、読み言われましたけどもね。まあそれはそうでしょう。絵には死ぬまで携わっていたいと。まあどこまでできるか自分にもわからないんですね、これは。病気の再発があるかもしれんし、体力のもう限界が来るかもしれんし。まあそんなこんな、そうは考えられますけれども、今やれることをやりたいということでですね、こちらがですね、本土の一水会のためにですね、書いた一枚です。で、これがですね、大きさは50号です。F50 号です。まず一水会に私は出品できます。まあ当たり前かもしれないんですけど、いろいろあります。それは日本水彩に所属しながらも一水会に出されるというお話であり、こんな風に作りました。これね、50号のね、透明水彩プラスパステル、鉛筆、色鉛筆とかね、そういう風な組み合わせでやっております。ガチ勝負するお相手さんたちはですね、 F100 号の油絵が99割近くでやってみえますんで、実は水彩対油絵のガチンコ勝負になるんです。それは分かっておりましたけれども、画材が何であれ同じ絵画なんです。だから油絵に負けない深み、重厚感を出せばいいわけですね。いい勝負できると思います。まだ分かりませんよ。これ出品すると決めただけで審査があります。日本水彩と同じより、まあ、大変な段階を進んでいかなかんですけども、まあ今年はコロナ禍のためにこの写真を撮って、中央市街の審査にやられるであろう先生たちのご意見を、まあ、文書でいただくというようなことに、もなっております。まあ、ちなみに去年一水会も中止になっておりますんでね、このコロナってのはですね、こういう絵画団体会にも大きな影響を与えます。与えております。与えました。ではこの絵の解説をざっくりしたいと思います。当然この中で一番大きいものは、まあちょっと後ろ背景を除いてですね、正構造です。これフレンチ鏡像といいまして、唯一私が自宅で持っている鏡像であります。あまり知られてない鏡像なんで、まあ初めて見た方には、まあこんなもんかなと、まあ、思っていただければいいです。石膏像を持ってくる、主役に持ってくるっていうのはですね、まあちょっとあんまりやらないか、できたら避けた方がいいとか、まあ、そんなようなモチーフなんですけれども、まあ石膏像はですね、皆さんご存知の通り色はありません。はい、影で表現するしかないんです、このモチーフは。そうしますと色がここで極端に少なくなるんですね。でもここへなんとか視線の誘導を行いたいという時に小物が活躍するわけです。そして立体感、奥行き感、まあ、これは全てね、私の理論ですけれどもね、ポスター、まあこういうようなポスター、それからこういうようなナンバープレート、アメリカのですね、ワイオミングのナンバープレートとか、そういった類のものをみんな後ろ行ってもらって、前に持ってきたいですね。できるだけ前に主役が来て、主張するように。そうしますと、できるだけこのままポーンと行ってくれればいいですけどね、皆さん注目は。まあそのためにはまず奥行き感を作り、そして手前に注目されるような、これバンダナなんですよね。今回2枚描きました。こういうバンダナ、同じ種類、色は違いますけどね、まあ同じモチーフ、バンダナという総括で言った時に、
2枚こういうふうに並列に並べるっていうのはできたら避けた方がいい、構図なんです。それはどういうことかと言いますと、これは私の考えですけどね、同一性の、回避という絵画のですね、一つちょっと勉強になることがあります。それはどういうことかと言いますと、同じものを同じように並列に並べてしまうと絵が単調になって見る人を飽きさせる。ですからどうすればいいかというと、置き方を変えるか色変える。はい、こちらに、現物あります。まあ、これインディゴブルーかなと思うんですけど、実はこっちはプルシャンブルー使っております。でこちらはレッド赤、まあ、イエローオレンジの方の関係がありますけども、私はこちらはローズマダー、まあ、濃いめの色で注目を、まあ、青と赤でガッと引き付けて、まあ、デコイもすぐ横にいますので非常に強い色でつけて、でも主役より小さいですから、なんとなくいいかな。まあ、この絵をデカしました。この絵の出荷はですね、おそらく運送会社の方が取りに来てくれるのが8月末かな。インターネットを合わせて発表が9月の15日らしいです。これは一水館のホームページでも、あるいは本人に封書で通知されます。そしてもしですよ、もし運が良くて通った場合、入選した場合、ここで読み上げます。名古屋店が愛知県美術館で11月30日から12月5日、まあ、東京を見に行くことはちょっと今の私にはできそうもないんですが、この名古屋愛知県美術館は飾ってほしいですね。これはね、公募展を狙う者にとっては入選をし、まあ、地元にのこういう大きな美術館で飾っていただく。あと、まあ、いろいろこう書いてますけど、まあこれちょっと抑えましたけど、 LB の箱なんですよね。でここにあるこのマーク、最近よく見ますよね。私もお世話になってます。ちょっとジンバルで見てみて。じゃあここでスタートします。なんか便利になりましたよね。これそんな高いものじゃないんですけど、ジンバルって言ってこうブレを防ぐですね、補助器具ですね。でここにあるのが、まあ例の有名な配送屋さんのですね、マークです。でこれでちょっと金現代界を出したいかなと思いましたけど、これよく見るとこれ強いです。これ後で落とします。こういうものをね、みんな眺めているとね、いろんなところでですね、あここまずいなとかね、気がつくんですよ。なかなか終われない。これで完成ですっていうのはなかなかないです。でここに至るまでいろいろもう追加したり、なんか書き直したり、追加してやったり、見直したりなんかしております。動画を撮っておりますので、少しですけれどもそちらの方もご紹介したいと思います。それではそちらの方へ。これおもちゃなんですけど、おもちゃなんですけど、孫用じゃなくて私用、このままこれ取るんですよ。なんで、あのね、手術の僕絡めなくなっちゃった、腰が。そんな補助具がね、病院のコンビニで売ってるんですよ、これ。まあ、お土産の、お土産にしたらいいかなと思って。なるほどと思いましたよ。はい、すいません、話が長くなる。それではどうぞ。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ハシュリですけれども、まあそんなような描画もやっておりますと言ってですね、今後はこの一水会と、まあ日本水彩は当然ですけれども、2つの公募展をねやっていきたいと思っております。まあ、私の体力がどのくらい持つか、病気の進行の問題もありますし、常に備えて、それなりに覚悟を持って生きていこうと思っております。それからもう一つ申し上げたことがあります。実はですね、断腸の思いで中部一水会をですね退会した後、まあ闘病生活2年以上、その間一水会はコロナで中止ですね。今年再開、ということになっております。これから順を追って一つずつ階段を登っていきます。公募展とはそういうものです。近道ホップステップジャンプありません。一つ一つ階段を登っていくのです。そういったところが好きなんです、私。だから、見ていらっしゃるかもしれない全国の公募展ファンの皆さん、絵って大変ですけども、そういう楽しみや喜びがあります。一緒に頑張っていきたいと思います。それではまた皆さん、次回お会いします。バイバイ。